ジェームズ・スターリングはイギリスの建築家。1960年代から活躍を始め、イギリスで最も重要な建築家となった。彼の建築は敬愛する建築家であったルコルビュジェなどのモダニズム建築の研究に基づいていたが、その形状や色彩はより華やかであり、本人はそう望まなかったもののポストモダニズムの建築家として分類されることもある。 当初は予算的制約からレンガを使い、その後も石与えるスタッコを表面に使った作品が多かったが、それらの建材を円形や曲線上の建物の表層に幾何学的に配する手法やパステル調などのカラフルな配色などは一世を風靡した。彼は1924年、スコットランドのグラスゴーに生まれ、リバプールで育った。第二次世界大戦で、 空挺隊員として、ノルマンディ上陸作戦に従軍し、負傷、傷病兵士のための特別奨学金により進学。リバプール大学で建築を学んだ後、ロンドンに建築設計事務所を構え、1960年、前後から活躍を開始した。レスター大学工学部ビル、ケンブリッジ大学歴史学部などが有名である。その後、1975年に、 デュッセルドルフのノルトラインベストファーレン美術館の建築設計協議に参加し、円形の中庭を建物中央に配置した設計案で注目を浴びた。このコンペには落選したものの、同様のコンセプトをより進めた、シュトゥットガルト州立美術館新館を1984年にドイツシュトゥットガルトの新古典主義様式の旧館に接して完成させた。 以後ドイツで圧倒的な人気を博した他世界各地に建築を設計した。1981年にプリツカー賞を受賞。1992年にはナイト尺を与えられた。尺号授与の直後に持病の手術を行ったが、手術後に休止。イギリスの建築賞であるスターリング賞は彼の名を記念して1996年に創設されている。 ありがとうございます。